はい。今回は会員制をビジネスにしていくときに、まあ、継続率っていうのが大切になります。継続率ですね。まあ、会員を増やすってなると、新規会員をどんどん集客するっていうやり方と、既存の会員様の流出を防ぐっていう考え方があります。で、この流出を防ぐっていうのは、つまりどういうことかっていうと、継続率をアップさせるということですよね。継続してもらう会員さんをいかに増やすかっていうところが大切になってきます。 その継続率をこうキープ、アップさせるために重要な3つのポイントについて今回は解説します。まず1つ目ですね。まあ、長期的に利用してもらえるような仕組みとかコンテンツっていうものを活用していきましょうということですね。例えばね、1ヶ月利用して終わりとかね、単発で終わりってなるとどうもね、続かないですよね。継続が命のね、簡易性ですから、 やっぱ長期的に利用してもらえるようなコンテンツとか情報っていうものをね、定期的に例えば届けるとか、それが習慣化するようになる仕組みなどがとても大切になってきます。例えばグループを作るとかですね、開放しニュースレターを送るとか、メールマガジンを定期的にね、ルーティーンとして読んでもらえるようにするとかですね、まあ、そういった仕組み、ウェブ、オンライン、オンライン、オフライン問わずですよね、まあ、オフラインであれば直接会うとか、そういった仕組みが大切なんじゃないかなというふうに思います。で、 料金のことなんですけれども、継続的に支払いやすい金額設定にしてください。例えば、毎月ね、3万円とか5万円。まあ、人的サービスが伴うんであればいいんですけども、基本的に情報を送ったり交流するだけで、月ね、3、5万ってなってくると、やっぱりね、こう、経済的に継続するのが難しくなってきます。よほどこね、連結が強くて、まあ、関係者ががっちりできていて、それなりのね、 価値を感じてくれているサービスだったらいいんですけども、基本的な継続をしやすい価格っていうのはね、例えば1万円以下とか数千円であればね、スモールビジネスの場合は比較的優しい価格ですので、その金額設定ですよね。超高価格帯とか、ね、低価格帯ってありますが、そういった金額設定もね、継続のためには考えておいてください。で、最後3つ目ですね。解約をされない質の高いサービスの提供。これは当たり前ですよね。 まあ長期的に利用してもらえるような仕組みコンテンツって一番目のところと少し似ているんですけれどもまあここなんかいいやってね思われてまあ解約をされちゃうってケースはあるわけなんですがその時にこの商品とかここの情報っていうのを受けていないとあるいは購入し続けないとなんか嫌だなとかね不足感を与えるとかこの情報なくなっちゃったら嫌だなこの関係性が切れたら嫌だなって思ってもらえるように質の高いサービスを継続的に 提供していくこの仕組みではとても大切になりますので前提として質の高いサービスを提供するんだよということですね。これが3つのポイントになります。